さあ、押したり攻めしていくよ。まあ、一旦しかないよね。行くしかないですね。まず見るから。おい、ラケッティングだ。これは一旦消費したくないんで。そう。ユウシ先輩と向井先輩というわけや。珍しいじゃん、ユウシが。まあな、俺もどうしていいかわからんけど、俺に相談されてもな。アホか、後での性格考えてみ。そりゃそうだけど、お前が手こずるってのは相当のもんだな。実際きついで。こっちが何歩アプローチかけても結構。でも押したりも、そのそういうタイプなんだな。なんかアプローチかける、いろんな子にアプローチかけるタイプではあるよね。テニスの相手のことかな。手こわいとかアプローチとか言ってるし。大体勇士は爪が甘い。自分に正攻法で言った。それがで勇士って時々わけわかんねえ。やっぱ天然だから。なんでできねえんだよ。受けてくれると思うし。アホ、作りゃいいじゃん。そう、段取り重視タイプ。あんまり立ち入りしてるのもよくないね。向こうに行こうということで、実際話すのも、押してる。お嬢さん、テニス、そうそう行こうか。先輩はダブルスなんですよね。そうやで。昔先輩はどんなパートナーですか。そうやな、後先考えて挑発に真逆か。そういうところ全部含めてやつやで。俺もだいぶ助けられる。後先考えなくてもですか。俺も考えればええことやしな。パートナーってのは。そうですか、いいパートナーですね、お互いに。そういうこっちゃね。さあ、昼間も押したり。こうですか。昼間、調理場。そうそう、ずいぶん上達したい。ありがとうございます。よし君は飲み込みが早いね。俺の方はどうよ。まあ、いや、ちょっと適当さはあるよな。いちいち飛んだり跳ねたりせんかったら。じこの分なら当日までにはみんな。そうですね、ユウシ先輩のおかげです。そんな私はあんまり役に立ってないです。そんなことはない。いろんな手配やってくれてるから、こっちも済む。おう、よっ。 OK、 ありがとう。おい、かなり後に誘われるな。そうだな。いや、振られると屋外での準備が遅くなりますから、振らない方がいいです。いい回答。いい回答したら好感度上がる仕組みなのかとか。うん、学園生の話題。先輩、たこ焼き焼くのがやっぱり上手ですね。まあ、関西人の他者。うちはたこ焼きや器具がないからできないですけど、お好み焼きはよく作るんです。お好み焼きか、ええな。はい、お父さんが好きで、お好み焼きは生地に山芋を入れるとより美味しいですね。よう知ってるな。ふわっと仕上がるね。はい、あとはいろんな具を入れて、その日によって変えたりするんです。なかなか本格的やね。なんか食べたくなる。たこ焼きとお好み焼きの屋台にしたらよかったですね。それもええけど、なんか俺がずっと作っとかな。残念です。ユウシ先輩のお好み焼きも食べてみたかったな。そのうち食べさせたる。まあ本当ですか。その時はそっち。交換ですね。夕方もやっぱおしゃれで行くか。やっぱあげるしかないもんな。和太鼓の方はどうですか。
ああ。なんや。皆さん真剣な様子でしたか。先輩どうして和太鼓に参加したんですか。面白そうやったから。それに簡単そう。あれからちょっとやってみたけど、コツさえつかめば難しいことなさそうやで。それ本当そうだな。センスが良くないとちょっときついと思うよ。そうなすのが上手いのかな。けど世間ではそういうのを器用貧乏って言わんか。できないよりできる方がいいじゃないですか。まあそうだ。私結構不器用だからそういうのって羨ましいです。自分がそう言ってくれるんやったら。さあでもいい感じになってきたな。あと2日だな。ああまああと2日もあればいけるな。満点いけるでしょ。よ、今日も可愛いな。ユウ先輩を立てても何も出ませんよ。冷静やね。そこは向けてくれんと。まあ私ボキボキツッコミもできてもできません。先輩、何ですか。お嬢さんは。もう来た。彼氏とかおるの。いないですよ。欲しいと思うんですけど。ほな。秘密です。先輩こういうことは聞いちゃダメですよ。ダメ言われると聞きたくなるんやけど。先輩こそ人気あるのに。はい、彼女作らないですか。好きな子はおるんやけどな。今んとこそのそうですか。でもその子鈍感でな。そうなんだね。なかなか気づいてもらえんくてな。一体 誰かしらね。先輩ならきっと大丈夫ですよ。お嬢さんはそう思うか。ならもうちょっと頑張ってみようか。うん、怖いなって思った思ってるだろうな。ほんまに鈍感な姫さんやな、うん、まあそうかも。さあ昼、まああと2回とも2人で行きます。ついに恋の話題に踏み込むか。あ、やめました。ミスター学園祭のやつ落ちた。まあいいや。あとおしゃれの話題でいこう。ユース先輩ってどれくらい視力悪いんですか。いや、ええよ。あれでもメガネかけてるし。そうか、これは伊達メガネ。ガチで視力悪い人じゃあ誰なんだ。メガネキャラってさいないもんね、ほぼ。ああそうか、乾か。なんで伊達メガネなんてかけてるんですか。さあなんでやろうな。自分はあんまり知られたくない的な。ちょっと自分あの外したバージョンとのそのキャラ設定というか、そういうの変えてるかもしれないね。だから仕事モードみたいな。さあもう満点だからいけますね。これはかかデートかかってくるわ。よし、ラスト遊園地で。おはようございます。すいません待ちましたか。いやちょうどいいタイミングやったわ。そうですか、よかった。ほな行こう。どっから参りますか。どこまで。私が決めていいんですか。もでしたらループコースターで。一発目から派手やな。おお、
なんかビビらないんだね。ちょっとはビビるかと思ったけど。なかなかすごい迫力でしたね。先輩は平気なんですね、ああいうの。そうやな、もっとスピードが上がっても大丈夫だった。やっぱりそうだな、全国に出るような人はそれくらい肝が据わってない。結構さ叫ぶと気持ちいいんですよ。じゃあ大人しめのウォーターライドで。よっしゃ。涼しくて気持ちよかったです。夏はええけど冬場は辛そうな乗り物だな。そうですね。ほな次。おお、どんどん行くね。いっぱい乗りました。いっぱい乗りましたね。お腹空いてへんか。ほなちょっと行きたいところがあるんだ。評判がええ駅だから行ってみたんやけど失敗やったな。店にもよるな。先輩のたこ焼きの方が美味しいです。大体なんでたこ焼きにキャベツが入るの。キャベツね、まあ入れてるとこもあるわな。あれはたこ焼きやのでお好み。ああなるほど。参考になりそうもないですね。そうやな、お詫び。時間、あ時間大丈夫です。あれ、うん、ええー、眺めやろ。眺めのいい展望スペースみたいなとこか。よっしゃ、ムードは盛り上がったな。はい。ああいや、こっちのことや。夕日って刻々と色が変わってすごく幻想的で綺麗ですよね。俺に言わせたらお嬢さんの方が幻想的やで。え？夕日の色に染まったお嬢さんは綺麗や。綺麗？あ、綺麗って言われたの初めてかな。どうして急に。その可愛い顔が赤いのは夕日のせいか、それとも。一気に来るね、アプローチ的なの。なんだか先輩に言ってることが本気に思えてきた。そんなはずないのに。お嬢さん、突然やけど。お、なんか急に来たな。俺のパートナーになってくれ。それってもしかして。でも先輩が私になんてありえないよね。なんだひょっとすると。でも私テニス素人ですよ。はあ、パートナーって言ってもらえるのは嬉しいですけど、テニスのですけどね。いや違うかな。先輩には向井先輩っていう最高のパートナーがいるじゃないですか。自分こんな時までボケんでも。え、いやこれは俺の爪が甘かったんやな。何のことですか。いやまだまだだったって。夕日沈んじゃいましたね。じゃあない、次のチャンスにかけるか。苦労なってきたしそろそろ帰ろうか。ダメでした、私が鈍感すぎました。楽しかったな。でもどうなんだろう、あの人の気持ち。まだ分からんかっていうね。夏休みも終わりか。早く。ガクト、宿題が終わったんか。なんとかね。珍しいことがあるもんやな。なんか悪いことでも起きん。そういう言い方はね。今日は最終チェックだけだよな。まあ、そうだな。このメンツはわりかし宿題を全員やってそうだよ。特に問題がなければそのまま解散です。あ、そういえば何か委員会から報告があるって。あ、そうでした。明日の慰労会、各自水着を持参してくれたと思います。みふふるね。おじょ、仕事が。だったら参加しろ。そうだぜ。あ、そんじゃ。確か今日は業者が来て壁紙を貼る予定だよな。そのはずですか。まだみたいですね。そこに置いてある荷物は壁紙だよね。うん、そうみたい。妙だな。アトベのとこに行って。業者がまたなんか交通事故だとかなんだとかだと思うけどね。ああ俺だ。今から外装業者の手配はできるか。
ここもダメか。厄介なことに。どうしたんですか。壁紙の貼り付けを頼んでいた外装業者。食中毒。全員食中毒でな。どういうことだろう。さっきから代わりの業者を逐一当たっているが、どうしたわけか。どこもスケジュールが空いてね。誰かコロナになったとかな、ならわかるけどね。全員っていうのもまた最悪。明日にすることも考えたが、今日のこの様子じゃ。それじゃあ外装は でしたら私たち外装を貼ることはできませんか。赤い壁紙は到着してますし、高いところでの作業もある、うん、危険を伴うんだ。確かにな。そういうのを分かってるのか。この中学生だけでやるっていうのもちょっとね。とはいえこのままでも危険では。学園祭を成功させたいんだろうが、だったらここは危険を承知。わかりました。私もできる限り手伝います。なんかヘルメットでもしろよ。とりあえずは。じゃあよし。やればできるもんやな。おお、すげえ、できた。できてる。そうですね。でもまだ後ろ半分が残ってますよ。そういうことだ。気を抜かずに。ガクト、無茶はすんな。わかってるって。わかってるって。うわあ、いい眺め。ちゃんとやってんのか。芥川先輩。いい眺めなのに。まあいい。次郎は興奮させとけば眠らねえだろう。その方が安全だ。この調子ならあと2時間くらいで終わりそうだな。ああ、そろそろ閉門時間の延長しとかねえとまずいな。そっちの仕事はいいから委員会室に行って閉門延長。コマンドね。セキュリティサーバーにアクセスすればいいんですよね。そうだ。 OK。 パスワード入力延長申請指示これで OK。 さあ戻って手伝おう。あともう少しですよね。ええ、あとは昔先輩と芥川先輩の受け持ちさえ終われば。ガクト、そっちはどない。もうじき終わるぜ。この暗さじゃもう無理だな。そうだな、もう中止しないでやばい。あと5分で終わらなければ中止するぞ。そういう作業って大体朝から夕方までだもんね。夜作業絶対ありえないな。ここまで来てかよ。終わったよ。よくやったジロー。これで残るわ。こっちも終わったぜ。予想通りだな。いいタイミングだ。ガクト、気ぃつけておりや。今そっちに行くぜ。よっ。ただいま。ジャンプ力あんな。アホ、そうだよな。危ない。危険危険。平気平気。ただいま。あー眠い。ご苦労だったなみんな。すぐ寝るにゃ。ジローは寝ちゃった。寝ちゃった。これで全員だ。先輩は車があるんじゃないですか。バーカ。おー、いいね。こういう時はみんなで帰るもんだ。そうだったらみんな車に乗せてやれよって感じだけどね。くらいだし。さあ、学園祭当日ですね。まあ慰労会、そうか、一回やって。よし、何してんの。よし君。ん？豪華の慰労会プールは使うんだけど、日吉くんは泳げるよね。当然だ。古武術には古式泳法というものがある。古式泳法。主に水中で戦うために考案された泳ぎ方だ。立ち泳ぎが主だがね。立ち泳ぎ、それって難しいんじゃない。慣れるまではね。だが一度得すればいろいろと便利だぞ。意外と遠泳もできるしね。
そうなんだ、すごいね。立ち泳ぎか。本当にやったことないかな、あんまり水泳。先輩、ウォーカーの移動会で使う水着忘れずに持ってきましたか。ああ忘れてねえぜ。ついでにウォーターガンも持ってきた。ああなんかやる気満々じゃん。水鉄砲。ウォーターガンを舐めるなよ。水鉄砲だと思ってたら。そうなんですか。そっか、ちょっと S 気あんだな。シン、リ、タイ、すべてが要求。おっと、ここで評定の押したりさんに心づ押したりいる。見事なパス。この中に押したりさん、完全にボールを支配しています。押したりさんは試合これで全ての評そしてまあそうかそうか、五冠高から優勝するとどうぞ。なんか優勝するイメージが湧かないけど、あんまり自分が応援してくれたからな。負けるわけにはいかんやろ。あ、今のジローやな。これで目覚めた。まあ楽しかった学園祭。結局そうだな、見せてくれなかったのか。多分これ指導好感度マックスにしてないとちょっと厳しいってことだ。まあ評定編もね楽しかったですね。あとは学園祭ですか。回ってさあ、もうほぼ行った気がすんな。カイドウ金魚すくいだもんね。これも見回ったもんね。あと見回ってないのどこだろう。佐伯も行ったし、ダン君も確か話しかけてる気がするもんじゃね。あとはまあ惰性かな。ほとんど終わってるしな。その話題も見ました。自分来てくれたんやな。声援聞こえました。聞こえたで。おかげで気合が少し恥ずかしいです。そうそう、その照れた顔が可愛いね。そうだな。結果発表までまだ時間あるし。そういうの結構普通に言う。模擬店を。はい、そうですね。本、手塚行こうか。手塚と桃城なんかあんま行ってないような気がする。あ、そっか、手塚はなんか話す、部長同士で話してるんだ、確か。あ、そうじゃなかったっけ。わた、模擬転換、わたがしって言ってるやつね。よう、なんや、よう見たら、どこのおっちゃんかと思ったわ。似合うな。確かに、わたがし、確かに似合うんかもしれない。わたがし2つで300円だ。うん、この、ね、学生的な料金。ノリガバ。ありがとう。わたがしから手を離すわけ。300円で買えるあたり、学生らしい。決断。桃城。金魚すくいか。学園祭も。あれ、押したりさんじゃないですか。桃城か。ほな、ここは声楽のも見て。そうっすよ。やりますか、金魚すくい。そうやな。それに考えてみたら私水槽持ってませんし。そうっすか。ほな行こうか。やってったらいいのにね。逆にその失敗するのも楽しいよね、金魚すくい。別にそうやな。まあでも金魚すくいにいい思い出はないな俺特に。なんかでも祭りとかで拾ったやつとか拾って作ったやつとかを本当にあれですね、おばあちゃん家とか行った時やった記憶はありますね。
関西で。ではこれからアトラクションコンテストの結果発表で優勝が、ですね、和太鼓だ。和太鼓ありがとう。ほんま勝ててる。やっぱり私息が合ってましてすごくいい演奏でしたよ。大したことあらへんて。それよりこの後時間は、はい、しばらく空いてます。なら一緒に学園祭。オッケー。さあラストだよね。すごい人ですね。迷うように俺の手。え、迷子になったら困るやろ。はい、うん、それでそんなに人いるんだ。大盛況だ。どっかお目当てがあるんですか。ああ、ちょっと見とこうと思ってるところがあるね。どこですか。ついてきたら。公園だっけ。あ、もんじゃ焼き。そうや、山吹の連中の。そんなに思い入れあるんですか。ここに同じ粉もんとして。ああ、はい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 。そういうこと。粉もんね。小麦粉使った料理のことや、お好み焼きやたこ焼き。それでここを見る。 それにな、俺はもんじゃは認めへん。あんなに食べるも食えるか。でも食ってみたら分かんないよ。おいおい、俺たちの店の前でケチをつけるのはやめてくれよ、押谷くん。戦国か。俺は思ったことを素直に言うただけや。営業妨害だよ。文句を言う前に一度食べてみてくれないかな。もんじゃは食わん。あのね、それじゃなんでうちに来たんだよ。そうだよ、なんでうちに来たの。お好み焼き派か。そっか、隣にあるもん。うん、あるよ。でも、そっちもなの。そうだよな、もんじゃ焼きのサブおまけとして作ったんでしょ。毎度。それこそ認められないじゃん。豚玉、イカ玉、ミックスとあるけど、どれにする。豚玉のお好み焼き定食。豚玉、そこにこだわりはないんかい。お好み焼き定食知らんか。お好み焼きにご飯が、お好み焼きにご飯と味噌汁が食うっていうのが関西なんだよ、確か。はぁ、おかずは。お好み焼きがおかずや。そう、お好み焼きが。あれはおかずじゃないだろう。いやでもいいな、こういうのがさ、普通に巻き起こるあたりがこのゲームの面白さでもあると思うね。何言うてるんや。お好み焼きは立派なお菓子。本当にあれ、さんま御殿の関東 vs 関西みたいなシリーズだよな。ああ、すごい。定食が何やったら入る価値はないな。なるほど。押谷くんの勢いのせいで見逃してたけど、可愛い子じゃん。やるな、押谷くん。先輩、あんまりよその模擬店をからかわない方が。さっきはわざとや。戦国がおったからな。ああでも、ああなるほど。余計なちょっかい出してくるからな。自分の女だよっていうことを知らせたかったのか。ああ、わからんで、お嬢様。で、明日も一日という形になります。